こちらは先月17日の映像です。新型ロケット H3 の打ち上げが行われる予定でしたが、電気系統のトラブルで直前で中止されました。カウントダウンが終わっても動かないロケットにびっくりした方も多かったかもしれません。あれからおよそ2週間、 JAXA では原因調査などが行われ、いよいよ明日再び新型ロケットの打ち上げに挑みます。種子島宇宙センターには井上キャスターがいます。井上さん。はい、発射地点から 1.5 キロ離れたロケット農家展望所からお伝えします。こちらにはこの時間になっても途切れることなくカメラを片手に多くのロケットファンの皆さんが足を運んでいます。そして私の後ろ、発射地点 H3 の機体が堂々とした姿で明日の運命の時を待っています。この場所におよそ2週間ぶりに帰ってきました。ですが当時と少し変わったなと感じるのは、緊張感が以前にも増してかなり高い緊張感が感じます。それでは先ほど行われた機体移動の様子 VTR にまとめましたのでご覧ください。 H3 ロケットが姿を現しました。日本中の機体を背負って再び射程へと向かっていきます。H3 ロケットのずっしりとした機体が姿を現し始めました。集まった人からは来た来たといった声やうおーといった歓声も聞こえます。今日の移動を見ただけでもとても感動してますので、さらに明日が楽しみです。すごい楽しみです。はい、いかがでしょう。夜寝れないと思いますしちょっと涙出ちゃうかもしれないですね。ちゃんとああいうのを作り上げて動かしてるっていうのが本当に感動しましたね。H3 ロケットの機体は先ほど午後4時頃に姿を現しました。機体は人が歩くほどのゆっくりとした速さで慎重に動かされ、およそ30分かけて400メートル離れた発射地点へと移動しました。開発に9年を費やした H3 ロケットは H2A に代わる新型の国産主力ロケットで、これまでよりも大きな衛星をより安く打ち上げることを目指しています。先月17日に予定されていた打ち上げでは、固体ロケットブースターに点火する信号が送られず打ち上げは中止となりましたが、その後の調査で原因が電気系統のトラブルであることが分かり、その対策を行った上で今回満を持しての打ち上げとなります。初号機には地球観測衛星第一3号が搭載されています。さてこちらには昨日まで行われたロケットイベントに参加していた名古屋大学の皆さんに来てもらいました。こんばんは。こんばんは。さあ皆さんは先月17日の打ち上げだと見ることができなかったんですが、今回コンテストと日程が重なったということで見ることができるチャンスが巡ってきたんですよね。ということでまず代表して大島さん、機体移動さっき見ていましたがどうでしたか？いやもうただただかっこよかったです。その生で見ることができてよかったです。はい、そして早川さんは将来ロケットに関わる仕事に就きたいとも話していましたが、いよいよ明日ですね。いかがですか？はい、今までずっと憧れていたロケットの打ち上げを生で見れるっていうことなので、目に焼き付けて全身全霊で楽しみたいと思います。わかりました。ありがとうございます。一緒に見届けましょう。さあ H3 ロケットは明日午前10時37分55秒の打ち上げに向けて最後の調整が現在行われています。今後の日本の宇宙産業の命運を占う H3 ロケット、明日は全国からここ種子島に多くの思いが寄せられると思いますが、私はここ種子島から打ち上げの成功を願いたいと思います。以上中継でした。はい、こちら鹿児島市からも本当にね、その様子もしかしたら上がっていく様子白い煙に見られるかもしれませんので楽しみにしたいですね。明日こそはぜひ成功してほしいと思います。打ち上げの模様は KTS のホームページや KTS アプリで生配信します。こちらもぜひご覧ください。